全力万歳マイクローリー。まだ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 行こうぜ。まだ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 行こうぜ。まだ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 。皆さんこんにちは、ザ・ポシボーです。どうもどうも。近いですね、ちょっとカメラ、ね、ちょっとね、はい、近いですね、近い近い。はい、ということで、はい、改めまして12月1日の単独ライブ来てくださった皆さん、どうもありがとうございました。いやもう本当に、はい、もう多分過去最大級に盛り上がったなって。いや盛り上がった、ね、本当になんか泣いてたよね、最後。そうだそうだ、最近のライブで泣いたりとかちょっとした。スタングル、言葉伝わりますかね、意味が。なんかあの最近のライブで全然ね泣けてなかったんですけども、うん、ちょっとね歓喜余って泣いてしまって。やっぱね、たくさんの人が来てくれたからね。いや本当に嬉しかったですね。しかも今回のライブ2時間半超えですからね。うん、そう、もう過去最高だよ。めっちゃ長いよ。超長く。カメラ大丈夫？大丈夫？大丈夫？いや本当に幸せな時間でした。ありがとうございました。あとあれじゃない？ゲストもね。ゲストもね、大谷さん来てくれて。最高に盛り上がりましたよ。サプライズで赤いフリージアとかもちょっとワンフレーズで、そうだね、そうそうそう、歌ったりとかしてね。ね、はい、はい、めっちゃ盛り上がってましたね。めっちゃ盛り上がった。あ、もう喋って。めっちゃ近いですけど。はい、あの12月のその1日のライブはですね、なんとニコニコ生放送の あのね、あれ動画も入ってたんですけど、夜、そう、夜公演生放送入ってたんですけど、うん、それの視聴者集、視聴者集夜公演のニコニコ生放送の視聴者数が、はい、なんと2万8000人ということで、ありがとうございます。2万8000人って言ったら、まあ、もう、うん、横浜アリーナぐらいのね、やばい。いや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 、でも実はあのちょっと聞いた噂によりますと、あのポシボーのあのポシちゃん、うん、って呼んでるものがあるじゃないですか。ありますよ。そっちのその合計の累計か、累計の視聴者数がなんと6万5000人超え。やばい、マジで6万5000人とかさ、ポシボーじゃないでしょ。もうあれだよ、ちゃった。どうしようじゃない、東京ドームだよ。どうも行ける、行けちゃう、行っちゃう、行っちゃう、行きましょう、行きましょう。いやめっちゃ嬉しい ね、 ね、なんかこの勢いでどんどん突っ走っていきたいと思うんですけど、うん、ちょっと先の話なんですけど、はい、次の単独ライブが、はい、新宿ブレイズにて3月30日に決定しました。はい、ありがとうございます。あれですよ、うん、なんと、うん、もしも初の1回公演ということで、はい、そう、ドキドキするね。16時からですよ。そう、しかも今回から、はい、あのチケット1枚でこう2人入れるシステムがなくなったので、はい、ちょっと今回ガチで勝負したいなと、うん、そうだね、正真正銘のソロダイト狙ってこう、うん、そう、今言えてた、ソロダイトね。ちょっと危なかったけど大丈夫、はい、ということで、はいはい、それからあれですよね、12月24日、うん、クリスマスイブ、はい、イブにも無料でイベントがあったりとか、ね、はい、あと大晦日31日、はい、うん、そして1月3日、はい、いろいろイベント盛りだくさんなので、はい、続きますね、時間を見つけて、はい、今ノリに乗ってるという噂のポシボーに皆さんぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。ということで、はい、いろんなカメラアングルでお届けしましたけど、はい、それでは以上、ザ・ポシボーでした。バイバーイ。ノリに乗ってるポシボー、イエカモン。バイバイ。